はい、皆さんこんにちは、ロンガイです。今回に関しましてはアスナ艦隊で2回の第1巡視をやっていこうと思います。これを見ればね、アスナ艦隊持ってる方はね、確実に勝てると思うので、よかったらね、2回の第1勝てない人はね、勝てない人でアスナ艦隊持ってる方はね、ぜひこの動画をね、最後まで見ていただけると幸いでございます。はい、でチャンネル登録ね、よろしくお願いします。はい、でまずなんですけども、アスナ艦隊火撃一応1番持って紋章2体つけてます。まあこれに関しましてはね、紋章いらないです。基本ずっと僕アスナに紋章ついてるんで、まあ、ついてたって感じですね。過激に関しましては、まあ、1万持っておくとね、まあめちゃめちゃ勝率上がりますよって感じで、まあアスナではね、基本過激ですね。遊撃っていうよりも過激、僕は遊撃一応4体ぐらいにつけても、まあ過激持った方がいいかなと思ってます、個人的な今の環境にとっては。はい、でまあね、ちょっとあんまり説明するとないんですけども、まあ皆さんもね、分かっている通り、これね、このクエストね、敵に触れた数に応じて攻撃力がね、どんどん上がっていくシステムとなっております。なのでね、まあアスナもね、できるだけ味方敵に多く触れつつ、ボスのね、弱点を切っていくという感じの流れになってきますね。はい、で今見た通り、アスナね、スワビにアンチ魔法陣を持ってるので、まあ、ひよこビームもね、当然効きませんよっていう感じですね。はい。で、やっぱ減速壁を持ってないので、まあ、ちょっと減速壁気になるんじゃないのって思う方いると思うんですけども、あんまり気にならないですね。本当になんか3面展開とかされるわけじゃないので、まあ、よく、最悪 L 字展開で、まあ、1面展開2枚重ねみたいな感じなクエストなので、別に減速壁なくても全然立ち回れますね。はい。まあ、こういう感じでね、まあ、めちゃめちゃ強いのでな、その。SS もね、もちろん溜まったら遅延。この艦隊だと、ちょっと過激もりもりで、まあ、SS 溜まってないでね、もう即突破しちゃってるんですけども、まあ、SS 溜まっていればね、もちろんめちゃめちゃ強いですし、遅延持ってるんで。で、あと、プラスソウルスティールがね、めちゃめちゃ強いんですよ、これ。ソウルスティールでね、基本このステージって、まあ、雑魚がね、まあ、ボス第2ステージとかもそうなんですけど、雑魚が結構湧いてくるじゃないですか。なのでそれをね、まあ、ソウルスティールで毎回倒しつつ、めちゃめちゃ HP も回復しつつ、ダメージ出せるといった感じですね。で、今、周りにね、アビラ雑魚いるんですけど、これもアスナの友情コンボで倒せます。はい。友情でね、もうこれ無視ですよ、周りのやつ。無視でもソウルスティールでね、ソウルスティールも回復できちゃうんでね。基本もう友情でね、アビロ族を倒せちゃうので、まあ、アビロ族がいるステージは基本無視して OK です、周り。まあ無視しつつ友情を出して、ボス攻撃みたいな。はい。これもね、一旦ね、ここはね、まずあのギャラクシーを倒してください。4ターン、5ターンだと、まあ、ラスゲー結構ね、HP が多いんでね。まずギャラクシーから倒すようにしてください。初ターンでね、倒せれば、まあかなりね、いいです。はい、あとはボスを削っていくのにですね、まあちょっとね、HP が多いので、まあ、なかなかね、ボスの回復量、ここ多いので、まあ、間に合わなかったりとかね、ダメージ量があるんですけども、まあ全然いけますね。はい。こういう感じでね、はい、うまくダメージを出していくと。2ターンに1回回復なのでね、まあ2ターンに1回それ以上の回復のダメージを出せば OK です。で次回復入れてくるんでね、はい、下の2っていう数字で回復ですね。はい、出たてかんで、まあ、基本ね、なんか減速壁が、まあ、配置悪かったりとかだったら、もうボス単体で殴っちゃっても OK です。1体でもね、全然火力は出るんでね、このアスナの場合は。はい。こういう感じでね、結構早くもクリアできるんでね。まあ、ここに1本ね、キートとか入れたりすると、かなりね、まあ、アジン同士だし、あ、神か、こいつ。そうそうだ。まあ、キート入れたりすると、かなりね、いいですね。以上、ネタ動画でした。